皆様ありがとうございます。やっとこの日が皆様にご披露する日がやってきました。私たちも心待ちにしておりました。とっても暖かくて、何よりもこの令和にとっても響く作品です。ぜひぜひあの皆様に宣伝を、そして楽しまれてください。何よりもよろしくお願いします。今までの人生の中で一番めでたかったことを教えてください。あの宝塚に入ること、それからえっと。 俳優になるこ,とっていうこの2つの職業が一番私きついと思うのよねって中学の時言ってて一番遠い私の世界だわって言ってたのを覚えてるんですけど両方ともやってるのが私自身おめでたいなと思ってます。<laughs> <laughs> はい、ご自身がおめでたい人だなとなんか好きで言ってたんですかね。と <laughs> の頃ころはあの同級生にあの2つの職だけやりたくないのよねってすごい言ってたんですよ。雨ですごい号泣してる女優を見たの辛そうって言ってて <laughs> 宝塚でなんかカーニバルでもないの羽根つけてたの辛そうって,って,て両方やってしまってるっていうのがちょっとおめでたいなとすいません自身の話で。 食べ物が美味しくて仕方がありません。どうしたらいいでしょうか？これ永遠のテーマですよね。もう私も本当に食べるのことが好きなので、毎回こことのあの戦いを。まあ60年ぐらい続いてきますけども。でもまああのお酒じゃないですけど、飲んだら乗るなじゃないけど、食べたら動けみたいな感じでしょうか？私はもうと,とにかくもう食べたいので、食べたら次の日はとにかく。 歩いて歩いてでまた食べてしまうみたいなそんな繰り返しをしてますけれど結構運動されてるんですか えでも,もうねでやるべきことはもう全部あの階段でやってきたんであの <laughs> <laughs> 元劇団であのもう羽とかいろんなものを背負ってもうい,ろもういろんなふうに揺れてきたんで、ええ、もうアフリカって言われたアフリカ人になってもうなんかいろんなもう人種になっていろいろやってきたんで <laughs> もうね前半で全部使ったんですね体は。ええ、だかから今ウォーキングとあとあなんか あえてそのななんていうかな郵便物とか出さなきゃいけないっていうことで歩くようにしてますけどそういういいお手紙とか書いた時に用事を作って体を動かすそれとかちょっと2つ前のバス停で降りてああいいですねそんなことしてますかねそれはすぐ地道なことやってますけれどね頑張っていただきたいですね。<laughs>